えー、皆様、えー、おはようございます。春でございます。えー、今夜のもう10時回ってるんですけれども、ね、今日帰ってきて疲れて寝ちゃって、今さっき、うん、まあ1時間ぐらい前に起きたんだ。で、なんかパソコンとかずっといじってて、えー、まだこれから仕事なんですけれども、いつもだったらですね、 ねえ、得意の吉野家の牛丼を食べていたんですが、あのー、自炊をするということを決めたんで、今日はですね、昨日とこれ、ほぼ同じ材料なんですけども、えっ、ー、とね、今回はですね、こうやって、ちゃんとあの、なんていうのこれ、えー、ちゃんとしてみました。昨日はぐちゃぐちゃだったじゃない、えー、今日はちゃんとして、 えー、なんて言うんだっけこう、並べること。<laughs> えっと、見積もりじゃなくて <laughs>、えー。わかんないや。はい。まあいいや。とりあえずですね。えっ、ー、と、ちょっとこれね、焦げ気味になってるんですけども、このね、焦げてカ,カリカリのも若干美味しいんですよね。マイタケです。で、ニンジンの例のあの、バターとお砂糖のやつですね。で、今日はコーンが仲間入りです。で、こちらのピーマンですね。 はい。で、ブロッコリー。で、サマーレタスとソーセージと玉ねぎ。で、今日はですね、キャベツも仲間入りです。はい。で、こちらの茨城県産の、えー、ご飯でございます。はい。これからですね、いただきたいと思います。それでは、春でございました。えー、ショートムービーかなこれね。は <laughs> い、えー。じゃあ、今日もみあ、今日も、今日も今日じゃないか。だから、明日 21日のも、も皆さん、えー、頑張って、えー、働く方は働いてください。休む方は、えー、ゆっくり休んでください。えー、春でございました。さよなら。